こんにちは。今日はバルサミコ酢を使った簡単なドレッシングをご紹介したいと思います。材料の説明です。バルサミコ酢を大さじ2杯、そしてお醤油を大さじ2杯で、赤玉ねぎを1/8、なければ普通の玉ねぎでも大丈夫です。そしてセロリを1本、そしてオリーブオイルの方を大さじ2杯使っていきます。材料を、ね、順番に入れていただいたらいいです。セロリはね、もう簡単にこうやって手でポキッと切って折る方法もあります。もちろん包丁で切っていただいても大丈夫です。こちらのオリーブオイルはチュニジア産のオーガニックのトリプルニージョを3つ取って、トリプルニージョのね、オーガニックのトリプルニージョを取っています。なんですごくね、美味しくて波動の高いオイルです。もう本当に簡単です。材料を入れてミキサーを回すだけです。イタリアンのバルサミコ酢とオリーブオイルにこの和風の醤油が混ざったね、すごいね、美味しいお味になるんで、ね、画像では分からないと思いますけど、すごくいい香りがしてます、ね、サラダにかけてたっぷり召し上がってください。